しく見せてるところは可愛い。そのツケをどこに持ってくるの？自慢話を聞きに来たんじゃない？あなたは私をどうしたいの？時間だけね、ただじゃないんだし、響かない言葉並べないで。惨めなところ見せないで、このまま返してもいいの？恋の始まりは理屈じゃないよ。ねえ、しやすくて冷めやすいんだ俺。そんなこと誰も聞いてないでしょ。無駄に共通点探ろうとしてる。がっかりさせないで、もうこれ以上